そろそろ本当に勝ちたい。いい太陽の日差し、暖かいな。でも俺の財布には冬が訪れてる。またしてもスランプの日々。視聴者が負ける動画が見たい、そんなコメントを書いたせいで。辛い。やさぐれる毎日。そこで今日、まあ根拠もあるんだけども、唯一この1年唯一俺を笑顔にしてくれたあいつ、ルルーシュで勝負をかけてみたいと思う。連敗をストップするのはやっぱり期待値よりも相性なんだ。ジャイーシュ・ブリタニアが命じる。今日こそ勝て。そして昨日、なんていうのかな、多分髪がボサボサだから運もボサボサになると思ってヘアカットをしたんだよね。悪い運も断ち切れたと思う。そしていろんな方からかっこいい、布袋に似てるって言われた。ちなみに学生の頃、布袋に似てるって言われたことあるって言ったら死ねって言われた、女の子に。そんな辛い思い出もよぎったけど、多分今の見た目だったら被害者5人のうち1人は口説けそうな気がする。今年は登録者目標5万人、そして結婚、母さんを笑顔にしたい。そういえばスケロク会を見た人いるかな。胸がない女性は お断りみたいなことが暴露されたよね。ごめん。できれば G カップからがいいです。でもこれを言うと多分ジャコタちゃんとかルルちゃんとかナミちゃんとかリチャノスケにぶっ殺されるんで、でもできれば G カップ、なんていうかな、コードギアスで言ったらやっぱ10ラウンドが欲しいじゃん。おっぱいはラウンド振り分けなのよ。連チャンするだけ、結婚できるだけいいんだけど、できれば G カップがいい。これ多分流したら登録者減るな。うん、カットしよう。ドキドキ。誰に従え。ということで爽やかになったジャイロ君、今日からメガネなしで行くことになりそうです。で、一発目は大好きなコードギアスで行きたいと思います。ここのとこね、やさぐれる実践が多かったんで、今日はやさぐれない実践にさせてもらおうと思いまして、これにしました。で、もちろんモードは先読み厚ボードで行きたいと思います。で、先読みさえで発生しちゃえば CCC じゃなく C2 なんだよこれ。まあ先読み発生で最終形の方向にはなります。だからこのモードが面白いんすよ。スペック的には 80% が図柄揃いで、20% が朱雀ライジングボーナスという特殊あたりになります。朱雀ライジングボーナスだと4ラウンドの出玉となるんだけど、その分ラッシュとスヌーリスが優遇されてて、 10% がブラックリベリオ、要は新ホギアの最終決戦、残りの 10% がラッシュとスヌーリスなので、朱雀ライジングボーナスの場合当たった時点で半数がラッシュに直行します。で、図柄揃いは全体の 80% で、そのうちの 70% が9ラウンドでブラックリベリオン最終決戦、 10% が金7図柄に変化してラッシュ突入です。トータルでいうと 20% はラッシュ突入、速攻でラッシュ突入するんで、トータル的なラッシュ突入率は 64% ぐらいになります。ボタンのこの横に白いランプがあるんだけどさ、ここが上皿レッドって呼ばれるものです。アイマスを上皿レッドと一緒にこの大枠も光るから分かりやすいけど、どうもコードギアスは大枠が白くフラッシュしてるのもここは光らないことあるから、ここだけだね、見るべきは CC 契約チャンスで、本日2回目。で、これから当てた人いる？おそらくこれね、信頼度いっぱいないんじゃない？あると思えないんだな、いっぱいも。いった、嘘でしょ、当たんのこれ。いった、びっくりした。ちょっと震えてて何もできねえんだけど俺。右を狙え。ちょっと黙っちゃった、ごめん。でね、だって朱雀ライジングボーナスが大当たりの
大半を占めるなら分かるけど、この大当たりってね 20% しかないの。なおかつ朱雀ライジングチャンスから当たることがほとんどだから、あんなんで当たると思わねえよ。ダメくせえ。あ、いった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 。これこれじゃあラッシュのラグセグナント、やったーやったー、楽しい時間が始まる、楽しい時間が始まる、あーあーやったーやったー。じゃあシャーリーから行こうか。いやナナリーかな。ここでね、誰、あ、ここで誰を選ぶかで乱数変わるんだよ。あ、今オカルト入ってます。変わりません。でもね、こういうの俺大事にしたいのよ。で保留4つあるけど、いやちょっとすぐ打った方がいいのかな。いや、やめよう。モーニングコーヒーを仕入れていきます。モーニングコーヒーを。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このサイズすげえありがたいです。とりあえずもう一回当たるってのはありがたいよね。まだ当たんなよ。え、一回ダメに当たっちゃった。なんでこのラッシュに入んねえときはいつも早いんだよ。ホークとムソもそうだけど、普通にラッシュチャレンジでも当たってたやんってなるじゃん。で、この時は止めてて大丈夫です。次回ラッシュの子やるエピソードの時は右下がロングヘンドになったら当たりです。おそらくこのラッシュはモードが2つあるはずなんですよ。いわゆる時短250プラスアルファと時短11プラスアルファだっけ。11プラスアルファね、消化効率が違うんだよね。例えば今1回転目で当たったじゃん。1回転目で当たってた場合、例えば時短11回転のやつだったら即当たりゾーンにいるはずなのに即当たりしないじゃん。だからこれはブラックリベリオンと時短11回転のラッシュと時短250回転のラッシュと内部でモードが3つあります。時短 ABC ってあるね。で4ラウンドです。嫌な予感がすんな。なんか2連チャンで割れそうな気がしてきた。で保留で当たってでもこうなることはあります。あ、当たんね。やっぱ嫌な予感炸裂で5ヘンド目は、あ、5ヘンド目はあれが変わんなければチャンスでした。あ、でここも光ってるんでチャンスですね。誰が出てくるか。あ、でも東堂だよな。チャンスではある。赤図柄になってほしい。テンパイ図柄が、うわ青かガセ、うわ10点バッター。誰だ。あ、確かルルキアーノは8割ぐらいあるはず。ただこの前俺外したんだよね。頼む、一発くれ。本当に8割あるの。確かこいつ8割あるよな。青図柄だから、あ、煽りで変。この東堂参戦はダメ臭いな。この1掘りを12、3秒ぐらいで消化するようにできてんのね、この台って。だからそう、始まった瞬間にまず煽るかどうかが大事。 OK、 これで1回テンパイ煽りして、これはまず外れる。もう1回テンパイ煽りするかどうか、来いよ。あー嘘、この辺でも外れ。本当に2連チャンスか。あー、これね、紫で外れる。最悪じゃん。ラッシュ突入時は1回転で当たってそれで抜けるって最悪ですよ。これが赤ずからだったら激アツだと思う。いやー、嫌な予感が当たってしまった。あ、でも1位。あ、しかも赤テロップ、赤テロップで、赤テロップでもう大チャンスで1でしょ。これいけると思う。で最後ブリタニア赤プラスこの最後はじけろ。これも赤だったら、両方赤だったら鬼アツ。ただこれは行かなきゃ困るレベル。あ、下がいが出てるから行ったね。ありがとう、よかったよかった、あ、よかった。これみんなも気持ちわかると思うんだけどさ、250回転の時間、要はラッシュ引いてて、ラッシュ引いた時に1回転で当たって次でオスルスとすっげえムカつくじゃん。逆にしろよって。そう言わなくてよかった。で14回転目に当たってました。前回のコードギアスの動画で1とかテンパった時は残保留、変動してる保留以外は逆にピーチになるんじゃないかって仮説を立てたら、コメントで普通に残保留でも1とかがある、1なのに残保留で当たりましたよってのは結構来てたので、今回僕も残保留で当たってたから、1図柄はそのまま、一図柄とかの信頼度は残保留にも適用されてるっぽいね。じゃあさ、俺前回、あ、前回、前々回か、ブラックリベリオンシンプルも、シンプルタイプ一撃タイプで1テンパイ外れ時にルルーシュ顔ドアップのチャンスアップで外れたのってあれ本当に嘆いていいんだね。あれが外れたから、もしかして残保留は期待度が低くなってるのかなと思ったんです。やった、こっちができる、こっちが好きなんですよ。よかったよ。
うわ、残ってた保留で当たってた。じゃあ2つ当たってたんだ。で今回は保留埋める前に当たっちゃったから保留告知は出ません。この台保留連告知が好きな人は嫌いな人は保留をあえてあまり埋めずに消化していくといいです。そうすると即当たりゾーンがねしっかり楽しめる。我にしてこれ当たった。くそ、いけ、よっしゃ。何ラウンドでもいいっす。ラウンド数なんかどうでもいいんだよ俺は。あ、4ラウンドです。4だったから。でもね、何ラウンドでもいいの。振り分けなんかどうでもいいから連チャンしてくれりゃいいんだよ。今回も保留が1個なんで保留連告知はまず出ないかと思われます。あ、でもボタンが出てる。行かねえだろうけど行ったら嬉しいな。行かないよね。ここで打つ。あったった。嘘でしょ。今ねギリギリで拾わせたんだよね。あったった。嘘でしょ。じゃあ普通に打ってみるか。狙ってるのに。あ、頼む。4回転目きた。今回は保留が2個ついてます。で今回は7ラウンドです。4ラウンドと7ラウンドはこっちの昇級が少ないアタッカーだからあんま気にしなくていいんだよね。10引けるかどうかなのよ。で10ラウンド何個パーだっけ。あ、10ラウンド20パーしかねえのか。嘆く連チャンして振り分け負けだっつって嘆く人いるけどそれは贅沢。いわゆる平均出玉大体こいつだと6000発いかないぐらいかな。だから一撃で万発出たら振り分けとか連チャンとかうんぬん言わずにラッキーって思わなきゃダメです。 C、 おお、ここに入れた玉数が500とか1000いくと出てくるんだけど全然入れてなかったの。ここに100も入れてないのに C2 が出てきたらおかしいなと思ったらキュインでした。あー、つーかこれ鏡でもついてんの。今俺が映ったよ。お分かりいただけただろうか。3なんで7ラウンド以上です。2つ入ってた保留のうち1発目が当たってた。でここのモードね、このモードはとある魔術のインデックスのアクセラレーターモードだと思ってください。どっかでいきなりビシュンできます。でブラックアウトが始まったらピンチです。2、3、4、5、13チャンス。14、15、16、あ、ダメだ。テンパー煽りガセが発生してるかな。でこのモードですとこの5何を返されてるかっていうとこのレバーが何回揺れてるかです。このレバーが液晶上キュッてなるじゃん。これが13回前後の時にブラックアウトが始まったら一番早い外れ。20秒ぐらいで17秒過ぎぐらいで始まったら2回目の外れ、2段階目の外れで20秒以上ゆらゆらしてたら大チャンス。要はもう一つのモードでリーチがかかってることになる。でこれを我に従ってやってても赤になってても全然一番早い外れがあったりします。外れ変動でも割と赤まではいきますね。今一番早い外れだからね。ちょっとまだ早いよっつっても今8連チャンか。右打ちマックスで、このモードはラウンズバトルにしてると残保留を1回転で告知するんだけどこっちは一つ一つを普通に、あ、戻った。チャンスチャンス。この変動で当たってる。あ、で光が出たから多分20秒の段階もクリアしてくれると思う。っていうか一回ブラックアウト仕掛けたのに元に戻った時は内部で基本リーチなんだっけ。嘘、ダメなの。じゃあリーチになって外れかな。で残保留まだ消化してないです。でこの後残保留を消化するときに目が光ればピカッ。でこの最終変動セリフ予告が出たら大チャンスです。セリフ予告ないからテンパしないかな。8連チャンで終了です。ジャイル技研のこじっていいじゃんということで本日は名古屋市中村区寿町にございますサロンドソノさんにお邪魔しております。え、何し、そこに何しにこじりに来たのって話なんですけど、まず遡ること数ヶ月前 T 君の頭が何者かによって髪がなくなったじゃないですか。その何者かが今カメラに映ってる人間なんですけど髪がないということでその辺の人たちというアカウントでこちらサロンドソノさんのご主人様がツイッターをやっておられるんですけども T 君になんと無償でウィッグをプレゼントしてくれると。ウィッグをかじっていいじゃんということですね。そうだ、そこに俺乗っかろうと思いまして髪を切ってもらおうと。ここでもかじって、まあさすがに散髪代は払いますけどもこれは収録してるわけですから経費ですよね。経費はただということで僕は経費をこじりに、 T 君はウィッグをこじりにやってまいりました。というわけで3発開始までこじって、ではこじってきます。
以上、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、サロンドソノさんのオーナーのソノさんでございます。よろしくお願いします。ということで、僕実は髪とか、はい、ずっとなん服装もそうなんですけど無頓着っていうか分からないですよ。どうしていいか。で、美容室行ってもモテるようにしてくださいってなかなか言えないですよね。ヘアカットとかどうしますって言われてもどうしますの前にどうしたらいいか分かんないんだよってのがあったんで、そういう理由もあってちょっと、はい、今日あ、はい、かっこいいです。ジャイロさん撮影の時いつも寝癖頭ここですね状態が多いんで、いつも朝シャワー浴びて乾かすんですけど、前の居酒屋の時にバンダナしてたんですよ。その影響でここが跳ねるようになっちゃって、ね、なんかそういうのがね、いつでもパチッと決まってるような頭になればいいなっていう、うん、はい、そんな感じのカットでいきたいと、はい、完全にお任せいたします、はい、よろしくお願いします。もう女性にモテるモテない以前にやっぱり画面に映るときに多少は髪の毛もなと思うんですけど、そうだね、佐々木は佐々木でおっさん短くすると気持ち悪いから伸ばせって言うし、うん、なんかソフトモヒカンみたいな頭だとかっこいいかなと思うんだけどね。うん、身長がちょっと高いじゃないですか、はい、180ぐらいあるんですかね。そうですね、ギリギリ届かないぐらいです。だからあんまりてっぺん高くすると大きくなりすぎちゃうんで、そこまで高い髪型じゃなくてっていうのを持ってたんですよね。ただ今カットで、カット終わりました。こじっていいじゃん。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよちょっと男前になっちゃって、一つ上の男じゃねえけどかっこよくなったみたいで、まあこれからちょっと名古屋には毎月お邪魔すると思うんで、その度にカットに、はい、お願いしようかな、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。どうだい、俺の愛するエンジェルたち、立花アンジュ、鈴木ルル、ちりめんじゃこた、ナミ、自社の助、これは惚れたろ。多分ね、最初 25% って言ってたけど、多分 70% ぐらいまで上がって、金保留本日はソノさんに切っていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、またねー。ガバナのその香水のせいだよ。ねえ、この台ね、俺が評価してるのは通常時、例えばストーリーだと魔人が一番熱いの、 CG だとスザクの方が熱いんだけど、当たる時も外れる時も弱い方が選択されやすいんだよね。例えば CG だったらコーネリアの方が当たる時も外れる時も選択率高いんだよ。ストーリーリーチだったらシャーリーと重工とかユフィーの方が魔人より出現する、当たる時もこの2つの方が選ばれやすいから、俺はそこをうまく作ってるなって思う。外れも多いけど当たる時も選択されやすいから、なんだよシャーリーか言ってがっかりはそんなにない。あ、シャーリーでしょっつって、あ、そうだよね、チャンサッパーみたいな感じで見られる。だから某掲示板ににわかっていう、にわかっていうか嘘つきが結構いるんだけど、シャーリーとか言った時点で当たんねえって言うけど、当たるんだよシャーリーとかで。全然コーネリア当たんねえ、コーネリアに発展した時点でわらみたいな感じに言ってるけど、コーネリアで当たるから十分。てかスザクなんて俺一回しか見たことないよ CG リーチ。あいつはもう存在しないと思ってるからね、スザクは。これもう一回プッシュでしょ。これで2500発なんですよ、打ち込んだ弾が。それでもう230ぐらい分回っていくんで、15回転差し引いても今220回転回ってますから、やっぱ22、3あるね。今上ざねに250発分あるんですけど、これ打ち込んであれです、2300打ち込むことになります。お、いいね、先読みはないけど上ざらレッドのフラッシュを、先読みはスムーズなのを確認。黒の騎士団ステージは 70% あります。顔を動かすのよ、あれらしい。あるよな、あれね、 70% あるはずだよね、黒の騎士団ステージ。だからギアストライブ止まるよな。7が止まっても熱いけど、7が止まったら多分スザクライジングボーナスに行ってスザクライジングボーナス取れたと思うんだよね。ただおそらくだけど 70% ぐらいある演出からスザクライジング
チャレンジに、ね、行かないと思われます。でこれは我に従い合計ボタンを3回押します。でこのギアスマークが何個たまるか、だいたい3個です。たまに4個、何個来る何個来る、どっかで賭け2が欲しい。1で今2個じゃん、最低3個にはなります。何個何個何個、 1?1 か。8? 7点だったらお荷物だったのに、どうだろうこれ。でこれシャーリーと重工は問題ないです。でこのストックした数だけチャンスアップが出るようになってます。でできればタイマーみたいなもんと考えてください。なのでこの賭けにはできれば後ろの方まで発動しない方がいいです。例えばタイトル変えたよね、これテロップを変えるだったらちょっと嫌だ。 C2 じゃない、 C2 かという発生で、あとチャンスアップの強さ、これが発動した時のチャンスアップの強さは、何々出現で今左上に出たじゃん、あの時の色でも分かります。強いチャンスアップの場合は金持ちになったりします。でケツまで来てるからこれは大チャンスです。え、ここで発動しちゃうの、なんだよそれ。あれだ、ヘルメットだきっと。ほら、いやー、ダメかな、じゃあダメくせえ気がしてきた。ここまでね耐えてくれればおそらく大当たり濃厚だったと思うけど、耐えなかったから外れ。ああ、プロの騎士団ステージが外れた。なんか今日やたら熱いの外すな。追加500円でチャンス来た。で、先読み圧モードだと緑保留の時点で 50% 超えてます。何に変える、変えろよ。じゃあダメなの、レバブルは来ない、レバブルは来ない。え、このおっさん、俺はこのおっさん経由で当たったことねえんだけど。まあこれはもう緑保留、先読み圧で緑保留まで来てるから、おそらく3連まですると思います。で必ず実戦上はここまでは必ず行ってます。ただここを超えることがなかなかないです。ただし今回は超えると思います。超えませんでした。じゃあもしかしたらあれかな、アニメリーチに行って、あ、赤だ、アニメリーチに、これはいいよ、アニメリーチに行ってから朱雀ライジングかアニメリーチから発展かって考えてんだけど、もしかしたらアニメリーチ直もあるな。これ一番嫌なのが発展で、なんで緑保留のままにしたかって今考えてるの。もしかしたら直当たりか朱雀ライジングチャンスに行くから赤保留とかにさせなかった可能性があると思ってる。もしかこのまま当たれ、発展すんな、発展すんな、朱雀ライジングチャンス発展しちゃうか。ただ強い要素が一応一個ある、ライトが赤で、あのおっさんの演説家が超マイナス要素なの俺の中で。あれ当たりに絡んだことがねえから。ちょおい、ちょっと待って、最強ゼロやん、最強ゼロやん。不安要素はおっさん演説が2回で終わったこと。ただしおっさんの演説が3回いっちゃったら最終形直発展濃厚みたいな法則があるとしたら2回で終わらさざるを得ない発展ルートなの、アニメからこれだから。だからルートおっさんの演説はしょぼで終わったけど、アニメ経由でその内容が良かったのは強み。ただしやっぱり怖いのがおっさんの演説が当たりに絡んだことがないこと。赤かで、おっさんの演説が絡んだことがないこと、あと4点敗、この2つ。ただし強いのがライトが赤、アニメレーションチャンスアップが割と強かったこと、最強ゼロに発展したこと。ただしやらかす可能性の方がまだ強いと思ってる。でギアスレンズが合計3回かな発現するんだけど、
1回でも赤が出れば信頼度が 98%、 全部白だから確か 68% ぐらいかな。ただし当たる時でもほとんどギアスレンズは白です。当たる時でもギアスレンズ赤はほとんど出ません。だから怖い怖い、引けない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 、怖くて引けない怖くて引けない怖くて引けない、やらかしたくせっ気がする。あ、いた、いった、よかった、怖かった、おっさんで初めて当たった、あー、よかった、あー、よかった。いやね、三強さんの台って本当どこまで行っても安心できないんだよ。これも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 って来てても多分ね、あのアイマスとかもそうなんだけど、てっぺんは強いのがいくら複合してもてっぺんがありそうなのよ、信頼度の。それちょっと怖かった。やっぱでもやっぱあの発展時のライト赤強えな。ライト赤、アニメリーチのチャンスアップが強かった。最強ゼロリーチに発展したの3つだな。当たったからどやるけど、アニメリーチ経由だったからさ、ライト赤以外強いのなかったでしょ。先読み圧で緑保留って強い要素はあったけど、先読み圧にしてるから先に熱いって分かってただけで、そうじゃなかったら単なる緑保留でおっさんの演説で、なんだよまたおっさん2回かよってところから尻上がりがある台なんだよ。だから今みたいに先読み圧とかにしてて緑保留とかワクワクしてたけど、変動値の横が微妙だったらアニメリーチ発展を願って、直発展したら死ぬから。直発展で当たる時はもう変動値の横からモリモリに来るから、外れる時もモリモリに来るから、直発展で当たる時は、あ、外れる時ね。さあどっちにしようかな。追加500円、315回転で大当たりです。実際ほぼ追加なしで当たったのもですね、920発出てくれました。ここがコードギアスのある U タイムがない代わりの強みで、もしこれで入んなくても1000発近い球があるんで、まあ1000円で20回ぐらい回ってくれたら80回転ぐらい回せんだよね。それぐらいあれば5回に1回は引き戻せんの。さらに言うと、例えばラッシュに入らなかったです、次速攻20回転ぐらいで引き戻した場合、600発ぐらい残した状況で次の当たりを消化できるから、出玉がそのまま増えます。いいところは言いました。どっちにする？どっちも正直ね、やりたくない。この5回転は本当に命を注入すべき5回転だから、原価付けも何でもいいの、オカルトでも自分が後悔しないように消化していくべき。今ね、我に従えてドゥドゥドゥってこれが落ちてきたのが見えた、イメージが。でゆっくりね入れていくのがね、ビスティ攻、三強ビスティ攻略法なんだよ。あー、ちょっとどうかな今の。オッケー、2個目は当たってる。オッケー。あー、なんでここで今ゆるく、あ、開いた瞬間に入れたいんだよな。ここだ。これがね、ベルはひ、あ、いい。これがね、引っ込む瞬間が出た瞬間にここに入ると俺は当たると思ってるから。これさ、 CC って言ったらまた怒られるんだけど、 C2 だからね、みんな気をつけてね。で、僕は入れません。だって折れるじゃん、レバーが出て当たんなかったら。7じゃないよね、分かってる分かってる。実はスローになった瞬間に知ってた。6だと3、40%ぐらいだっけ、偶数だと。あー、白文字か。ただぶっ刺す時でも白文字は割とある。折れる？レバーじゃねえよな。そうだよな、レバーなんか出るわけない、出るわけないと言いつつレバーにしたが、レバーを期待する俺。ボタンやー、いけよ。ほら、まあ1回転目はダメって言ってたからね。で、この時のカットがこれが普通です。真正面カットだったらチャンスアップです。だからチャンスアップは我に従うの途中のテロ文字色が赤かどうか。艦長アタック、艦長アタック、艦長アタック、艦長プッシュしました。あれはほら、なんつうの、やっぱりこれはあかんのじゃん。かといってこれもダメだから、俺の精神統一と団への精神注入のためにこれで押しました。艦長プッシュ、皆さんも不調の時はやってみてください。少しは気が晴れます。ここでさ、一発攻撃して、おお、あるのかな、一発攻撃とかあるのかな、なんか、赤、もう押せない、レバー、お願いします、メガネを外す、俺、もうメガネ外したから、これ、本気モードで押すから、ありがとうございます、やった、いったよ、やった、今日勝てる、あとね、俺ね、2万と5000しかでお金なかったの。また借金生活戻るとこだったの。よかった。
線に入ると当たるんだよ。新本屋もそうなんだよ。狙い撃ちできるんだよ。やったー。でミドルタイプって基本的に1500発出りゃいい、1800発か出りゃまずは合格なの。あ、これ外れるから拾わないで。ほら、あ、違う、ここだ。あ、違うか、ここだ。あーあー、5回転で当たんね。で、ラウンズバトルは1変動10回転させるんだけど、基本的に1回はこうやってテンパイ煽りが来ます。で外れます。だからテンパイ煽りが1回しか来ないことが確定した時点で信頼度が相当落ちます。これは逆に熱い。紫まで行け、バカ野郎。あれで紫以上まで行ったら熱いんです。前半後半パートに分かれてるようなもんなんですね。これ紫で外れるからほっときましょう。最初の5秒が前半パート、後半5秒が後半パートで、前半パートで何かしら起きないと当たりが期待できないです。前半パートで何も来ないで0.4 からこうやって煽りが発生して、テンパイ煽りに見せかけて外れるのが王道です。これは OK。 もう一回いけ、 OK。 東道か、もう一回これで。一応まあテンパイ煽りに出たようなもんだから、これでテンパイ煽りが発生すればいいけど、うわ発生しね。何2連チャン次は。あーダメだ。でもね、これでテンパイ煽り出ねえな、ダメだ。やっぱね、俺昨日フィールズさんにお邪魔して、最悪ラウンズバトルは今までの右打ち、一種二種の右打ちの中で最低最悪のつまんなさです。このここも白だからやべえかな。刺され2連チャンでございます。復活しねえかな。復活あるんすか、あるんすか。さあセリフ予告出ろ。出ねえ、セリフ予告出るのダメだ。いや、あれは瞑想してただけです。あれは祈りを込めてたんです。寝てたわけではありません。勘違いしないでください。すいません、落ちてました。あれね、あ、今日も負けるなって思ったら絶望で脳みそが閉じるんです。僕また今日やさぐれてた。あの、2月25日の2時20分頃の僕のツイート見てください。東道参戦で何もなしでガセルをね考えたね、スタッフは。